こちらのホテル予約サイトで8月上旬の週末札幌の宿を予約しようとすると、スイートルームで62万円、ビジネスホテルも3万、4万とかなり高額になっています。この夏、札幌市内のホテルの宿泊料金が高騰し、予約が取りにくい状況が続いています。札幌を代表するシティホテルでは、スイートルームなどの高級な部屋しか空いていないケースが。また通常1人1泊数千円から宿泊できるビジネスホテルも1泊3万円近くと倍以上の値段になっている場合も。めっちゃ高いですよね。こっちだと7万ぐらいですよ。取り残かった。出てこない出てこない。大通地区のこちらのホテルでは、予約状況もかなりお客様が入っておりまして、ほぼほぼ満室の状況が続いております。宿泊料金の高騰や予約が取りにくい原因とは。札幌は今夏の観光シーズン真っ只中。中央卸売市場の場外市場では、旬の夕張メロンや花咲ガニなどを求め、多くの観光客が押し寄せています。3年ぶりだ4年ぶりだったか、お客様が随分増えておりまして、随分来て売れておりますよ。随分ピーク時よりも多いかもしれないですね、コロナ前よりは。新型コロナの5類移行後、初めて迎える制限のない夏休み。観光客が増加しています。それに加え、コロナ禍で利用客が減った際に行っていた割引が縮小したことで、宿泊料金が上昇しているのです。札幌割ですとか全国割、その辺がありまして、割引っていう部分がありましたので、皆様でお求めやすい金額だったのかなと。正規の料金っていうのがございます。でそこからの割引率が低くなっているというところで、値段が少し高いかなと。そしてさらに別の要因も。インターハイがありまして、多くの高校生がまず札幌に来ていただいている。36年ぶりに北海道で開催されている高校総体。道内外からおよそ3万5千人の選手や関係者が集まっています。特に札幌は体操や陸上など競技が重なっていて、大会期間中の今月21日まで宿泊施設は予約が詰まっているのです。こちらのカプセルタイプの宿泊施設はおよそ60人が宿泊でき、コロナ禍の閑散期には1泊2500円ほどでしたが、全客室を貸し切ってご利用いただくというのも去年にはないような動きかなとは。8月はもう平均なんですけれども6500円とか、高い時には8000円1万円といった形でご予約いただけている現状です。宿泊料の高騰や混雑は全国的な傾向だといいます。ホテルの料金というのは、そもそも需要と供給で料金を変動させるんですね。ホテルの運営にかかるコスト、非常に上がってるんですね。そういったものをやはり宿泊料金に転嫁して運営を改善していかなければいけない。宿泊料金の高騰は今後も続く傾向にあるということです。